はい、ということで三橋先生、視聴者の方からたくさん質問が来ています。なんで三橋先生は痩せたんですか？そう、もうひどいよね。なんか薬やってんだろうとか、病気じゃないかとか、めちゃめちゃ言われいたや、りもう書かこれれたりしね、て。本当だって画面を見るたびにこうスリムになられて、なんかモデルかなんか目指してるんですか？この年で 違います。だはい。から赤ちゃんを育ててるんです。はい、今2そうで歳すですけね。ど。もう2歳ですか。それでほらご飯も作って食べさせるでしょ。その時にいっぱい作らないじゃないですか。で、まあ、作って、でも余っちゃうんです。で、それを一緒に食べるわけです。そしたらなんとなくお腹いっぱいになっちゃって、そのまま7時に寝るんです。私は一緒に、赤ちゃんと一緒に。これ本当だからね。早知ってする人ぎは知ってまますけすど、よ。だから8時とかに連絡よこしたら出ないですからね俺。 それで5時まで寝てるわけなんです。ということ朝で、5時しかも起き。ね、赤ちゃんいるからその外食がないわけですよ。大体今日本の中年のおじさんたちはね、カロリー取りすぎなんだよ 外で外で。ディスってるんですか？ ということで、必ず自宅で食べて、赤ちゃんと少量のご飯を分け合って。赤ちゃん食べれないから、そんなに。じゃあ離乳食で離乳食じゃない、離乳食の時は離乳食で食べてない。流動食いや、いやもう病人じゃないんだから。離乳食って半年ぐらいですよ、食べるのって。その後も油物とかやっぱ使わないじゃないですか。基本日本人に適したご飯ですよ。ご飯、納豆、お味噌汁で、それと焼き魚。じゃあヘルシーに痩せてるんだ。量も減ってるんで。怪しい薬じゃないんなだ。いだってこの間なんか人間ドック受けたら私トリプル A でしたよ。本当です本当。か？前より良くなりました、健康それ状態すが。ごいですね。ということでですね、毎回毎回書かれるんですわ。そう、だから本当。ね、これね、あえてね、別あ館えだて。からね、聞いておこうと思っそう。て、これ大事なポイントですから。じゃあヘとこルろで皆シーさんに。ご安心ください。変な薬もやってないし、病気でもありません。むしそうろです。健康。おお。体が軽いね。へえ、なんかビーガンみたい。ビーガンでね、肉食ってるから、ちゃん肉は食と。べてま肉す。も食ってますから。そっか。ということで皆さんご安心ください。私はダイエットしなきゃだな。やっぱコロナでね、コロナ太りっコてロやつですナか。で、頑張りますということで。 じゃあ先生、写真撮って終わりましょうか。じゃあ撮りますよ。もう一枚撮ります。OK ありがでとうごす。ざありいがとうまごしざいた。ました。いい、これ、オチがなんか。